こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬のコスパ最強アウター参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。今年はですね、結構冬暖かいですよね。撮影している今日もですね、日中14度を超えるぐらいの気温なので割と暖かいんですよね。そうなると冬のアウターですね、まだ買ってないという方も意外と少なくないかなと思うんですね。ですので今回はあらゆるですね、冬用のアウター、結構最近ではもう出揃っています。ちょっと遅いぐらいなんですけども、最近になってこれいいんじゃないかっていうものもいくつか出てきたので、そんなコストパフォーマンス最高のですね、冬アウターを皆さんにですね、具体的に3つご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても実際に僕自身が買ったりだとか試着をしてですね、すごく良かったものなので自信を持ってご紹介できるものなのかなと思っています。まあ、正直ですね、冬のアウターって僕はしっかりと投資をした方がいいと思ってるんですね。というのもアウターっていうのは着こなしの中でもすごく目立つアイテムなんですね。上半身にあって、なおかつ一番外側にあるものなので、アウターが良いものだと結構それにつられて他のアイテムまで高見えするぐらいですね、アウターの存在って重要なんですね。ただこのアウターが高いんですよ。まあ、重量になってくるので、それだけ生地を使う分量も多かったりするので、まあ高くなるわけですね。まあ、昨今お洋服がどんどん値上げしている中で、そんなに高いアウター買えないよという方もたくさんいらっしゃるかなと思うので、リアルに買いやすい価格帯の中でおすすめをですね、しっかり解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、今年の冬におすすめしたいですね、コスパ最強の冬アウターを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちらですね。先日もお店の方にお邪魔させていただきました、公園のパテットフィッシングジャケットになります。こちらの商品なんですが、冬アウターの中では結構ありがたい価格帯で1万円をギリギリ切ってくるですね、9900円ということで、価格の面でも買いやすいんですが、完成度なかなか高いので、ぜひご紹介できればなと思っています。こちらは自腹でもちろん購入してきたので、まあ、後ほどお見せしたいなと思うんですが、まあ、いわゆるですね、フィッシングジャケットとかハンティングジャケットと呼ばれるような、今トレンド感あるですね、ど真ん中のアウターですね、このあたりがベースのデザインになってるんですね。余談になるんですが、先日ですね、家族でディズニーシーに行ってきたんですね。まあ、ディズニーシーに行った時に僕はですね、何をよく見てるのかというと、周りにいるですね、大人の男性がどのような着こなしをしているのかをですね、ついつい観察してしまうわけなんですね。そこには私服の男性がものすごいたくさんの数いらっしゃるので、まあ、そこをですね、ずっと見ながら、あ、こういったアウター着てる方は多いなっていうのを観察してたんですが、その中でもやっぱりですね、このようなハンティングジャケット、フィッシングジャケット着てる方は非常に多かったですね。まあ、いわゆるですね、バブアーのアウターですね。このあたりはもう昔からあるような大定番の名作アイテムなんですが、今再び脚光を浴びていまして、少し緩めのサイズ感で、ややや暮ったく見えるようなこのようなアウターをですね、さらりと羽織るような着こなしが割と年代問わずにですね、よく活用されてるわけなんですね。で、このバブアーのアウターをベースにしながら、まあ、似たような雰囲気のアイテムですね、いろんなブランドからリリースがされています。ユニクロでもありますし、無印良品でも出ています。他には様々なセレクトショップでも展開してるわけなんですが、まあ、こちらの公園に関してもパテットフィッシングジャケットということで、ベースのデザインはバブアーのですね、ビデールだとかそのあたりをホーストさせるようなデザインなんですが、ありがたいのはここにですね、中綿がついているというところなんですね。まあ、いわゆるこのようなハンティングジャケット系って秋だとか春には活躍するんですけども、冬になるとちょっと単体では肌寒いかなという感じがするんですね。なので12月初旬まではいいんですけど、後半以降はちょっと着れないかなという感じになってしまうんですが、このデザインをベースにしながらも中綿入れることで結構あったかいんですね。まあ、着用した状態はこんな感じになるんですが、外から見るとほとんど中綿の感じってわからないと思います。中綿の入ったアウターでもボリューム感ががっつり出てしまって、外側のシルエットに響いてしまうものもあるんですが、そういう感じではないんですね。がっつりの中綿ではなくて、割とライトな中綿なので気軽に羽織れというところ、そしてシルエットを崩さないというところが、まあ、最大のポイントになってくるかなと思います。まあ、デザインのディティールはですね、バブアのアウターまんまそのまんまというわけではなくて、割と凝った作りになってるんですね。腰についているポケット
ケットに関してもフラップ付き、蓋付きになっていまして、蓋の形状もですね、少しデザインが入っていて、このあたりも個人的にはすごく好きですね。そして胸元にもですね、ちょっとしたディティールがついていて、着こなしをちょっとしたアクセントとして効いていて、これもバランスいいなと思います。で、襟の部分には定番のですね、コーディロイが使われていまして、このあたりもなかなかバランスがいいかなと思います。ちなみにカラー展開がブラックとダークグリーンの2色になるんですが、個人的にはブラックをおすすめしたいんですね。これなぜかというと、コーディロイの襟の部分ですね、ブラックだと同色のコーディロイが使われてるんですが、ダークグリーンに関しては、やっぱりこのバブアのデザインをある程度継承しているところがあるので、ブラウンのですね、コーディロイになってるんですね。これがですね、個人的には、やや失敗するとおじさんっぽく見えるかなと思っているので、個人的にはブラックの同色系の襟の方が好きかなという印象ですね。で、この襟の部分には、チンストラップが付いていまして、これがすごくいいんですよ。襟をそのまま寝かしてきた時にも、チンストラップが一つのディティールとして、デザインのアクセントとして効いてきますし、これですね、襟を立ててきた時に、襟元のアクセントとしてはもう最高のディティールかなと思うんですね。襟立てした状態も見ていただきたいなと思うんですが、このアウターは前を締めるんだったら、襟立てが必須かなと思いますね。襟を寝かしてしまうと、割とですね、カジュアルな見た目になるんですけども、襟立てすることで、ちょっとこう今っぽい見え方になるので、ぜひ皆さん、襟立てしながら着ていただきたいなと思います。欲を言えばこのチンストラップの部分が取り外し可能なディティールだとすごく良かったなと思うんですね。襟を立てずに前開けの時にはちょっとだけややアクセントにはなるんだけどもスッキリとさせたいなという時もあるので、これ着脱が可能になったらより良かったなと思うんですが、それにしてもこの価格帯でコットンナイロンの質感も含めて、まあ完璧な一着かなと思っています。冬のアウターでダウンほどの厚みはいらないと。で、もうちょっと今のトレンドを抑えたようなこのようなフィッシングジャケット着たいという方には中綿入っていて、通常のものよりも長い季節着ることができるので、これはさすがに仕上がりめちゃくちゃいい一枚かなと思うので、ぜひ皆さんもですねこちらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、こちらですね、無印良品の軽量ダウンステンカラーコート、価格が9,990円ですね。こちらも先ほどの公演と同じくですね、1万円を切ってくるようなすごく魅力的な値付けになってるかなと思います。これはですね、ちょっと実物は手元にはないんですが、実は先日ですね、無印良品さんのですね展示会にお邪魔した時に試着している映像があるので、まあ、こちら一部見ていただきたいなと思うんですが、デザインは通常のステンカラーコートなんですね。このあたりはベーシックでトレンド感左右されないようなオーソドックスなアイテムなんですが、まあ、このようなステンカラーコートというのがもうボックス型でサイズ感が少しゆとりがあるので、最近は旬なアイテムとしても再認識されているような形になるんですね。まあ、そういったものをベースにしながらも、ステンカラーコートも内側にダウンを入れてるんですね。まあ、この軽量のダウンを入れることでふわっとした着心地で楽というところ、そしてですね、本来であればステンカラーコートも春だとか秋だとかこういったところに活躍することが多いんですが、ダウンが入っていることで真冬も活用できるようなアイテムになっているというところが非常に素晴らしいアップデートポイントかなと思っています。最近は無印良品もですね、ド定番のすんごいオーソドックスなアイテムだけではなくて、少し今っぽいですねトレンド感を抑えたようなアイテムも徐々に増えてるんですが、まさにこのアイテムは今の雰囲気にぴったりな一枚に仕上がってるかなと思います。カラー展開はブラックとモカブラウンという2色になるんですが、これは断然ですね、モカブラウンの方をおすすめしたいなと思います。まあ、ベージュよりも少しですね、コクがあって、ブラウン寄りのですね、色合いになっているんですね。このあたりが春のベージュというよりは、秋冬に活用できるような、すごくいい色合いのですね、季節感漂うような色合いになっているかなと思います。サイズ感も従来のステンカラーコートに比べると少しゆとりがあって、肩のラインも最初から落ち気味になっているんですね。そのあたりも含めて考えると、もちろんオンで使うことも不可能ではないんですが、オフに少し綺麗めな雰囲気で着るにはぴったりのコートだなと思います。寒がりの方でダウンは着たいんだけども、ちょっとダウンのカジュアルさってあんまり好きじゃないなと、コートの綺麗さをうまく活用しながら、ダウンの暖かさもちゃんと備えている一枚が欲しいというですね、わがままな方にはめちゃくちゃ便利な一枚かなと思います。通常のステンカラーコートよりも、綺麗めな雰囲気よりはちょっとカジュアル感があって、ラフに着れるんですね。
軽量であまりシワとかも気にせずにガンガン切れるというところも含めて、これかなり活用できるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。ただちょっとこう困ってるのが在庫ですね。最近無印良品のアイテムって結構オンラインでもう売り切れるのが早いので、結構今の段階でもうギリギリかなと思うので、ぜひ皆さん早めにオンラインですとか店頭でチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、これはですね、先日 GU の動画皆さんにご紹介させていただきました。全身 GU コーデということで動画を出したんですが、案の定ですね、僕の動画の中では再生数があまり伸びないという結果になりました。なのでまあ皆さんにそんなに楽しんでもらえなかったのかなと思いつつ、いつもよりもですねコメント数がめちゃくちゃ多かったんですね。なので見ていただいた方にはすごく満足していただけたのかなと思ってるんですね。そんな中でご紹介してすごく評判が良かったのが、こちらのヒートパテットモッツコートというアイテムなんですね。僕はブラックを購入したんですが、これは本当に名作だなと思います。価格がですね7990円ということで、さすがの GU 価格ですね。かといってチープに見えるような質感ではなくて、しっかりと仕上がりのいい一枚になっているので、これは皆さんにもご紹介したいなと思います。改めて着てる状態をご紹介したいなと思うんですが、いわゆるこうモッツコートですね。ミリタリーアーミーな雰囲気をしっかりとデザインに落とし込んであるんですが、ゴリゴリの男臭いようなデザインではなくて、ミニマルにシャープにですねクリーンに仕上げてあるので、これだったら大人世代にもバチッと着こなすことができるんじゃないのかなと思います。で、 GU はですねユニクロに比べるとサイズ感がゆとりがあるんですね。ですので僕のような身長164センチ53キロの小柄な体型であったら、もう S とかでも全く問題がないです。ユニクロだったらやっぱり M 選ばないとちょっとこう今っぽいサイズ感にならないんですが、まあ、GU のサイズ感であれば通常の皆さんのサイズを選んでもらってまず間違いがないかなと思います。で、ブラックであればホワイトのパンツだとかちょっと明るめのパンツでアクセントを作ってもらうのもいいかなと思うんですが、今回僕が推したいのはこちらの59番のダークグリーンの方なんですね。これもめちゃくちゃカラー良くて、僕は迷ったんですね。黒にしようかな、ダークグリーンにしようかなと迷ったんですが、まあどちらを選んでも間違いのない選択です。まあ、ブラック系のアウターは持ってるという方は、ダークグリーン選んでもらうとすごくいいかなと思うんですが、これもアーミーなアイテムこそ、こういったダークグリーンとかオリーブを選んでしまうと、やっぱりですね、やぼったく見えがちなんですね。なので、このようなアイテムこそ僕はブラックがいいかなと思うんですね。先ほどご紹介した、公園のパテットフィッシングジャケットに関してもやっぱりですねワークジャケットのジャンルなので、オリーブを選んでしまうとちょっと失敗するとやぼったく見えるかなということでブラックを選んだんですが、この GU のヒートパテットモッツコートに関してはダークグリーンの色味がすごく上品なんですね。大人っぽくてやぼったく見える要素がないので、これであればダークグリーン選んでも全く問題はありません。ボトムスブラックで引き締めたりだとかホワイト系で爽やかに振ってもいいかなと思うので、これはめちゃくちゃいい色かなと思います。まあ7990円でこの値段やられちゃうと個人的にはすごく困ってしまうぐらいなんですが、まあコストパフォーマンスの上で非常にバランスのいい仕上がりになっているので、ぜひ皆さんもこちらチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコストパフォーマンス最強のですね冬のアウターを具体的に3つご紹介させていただきました。まあ、いつもだったらこの中にユニクロが入ってくるかなと思うんですが、あえてユニクロは除外をして、公園と無印良品と、そして GU ですね。このあたりを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、この1年様々なブランドをですね、僕自身も見てきましたが、すごく新鮮だなと感じたのが無印良品ですね。このあたりがド定番だと思ってたものが、トレンド感あるものをしっかりと出してきたところで、すごく個人的には、使い勝手が最高のブランドになってきてるかなと思います。そして GU も大人向けのアイテムがすごく増えてきてるかなと思ってまして、僕ら世代こそどんどん使っていくことで旬な雰囲気が漂いやすいのかなと思っています。そして最近ですねコスパ系のブランドとして僕の中では公園が熱くなってるなということで今回ご紹介させていただきましたが、ちゃんとトレンド感を抑えた上で価格帯もリーズナブルというところでは、セレオリよりも買いやすいというところ
ところではかなり穴場だなと思うので、まあ、今回の中でもですね、注目株の一つかなと思っています。まあ、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した3つですね、まあ、実際に店頭で見ていただくか、もしくはオンラインで購入するのもですね、まあ、どれも実際に僕見ていますので、まあ、自信を持ってお勧めできるので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。まあ、このような形で、これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段なかなか取り扱わないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通な専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっています。まあ、気になる方はですね、こちら、動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、写真や文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストとか専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、本当に様々なテイストの記事をですね、読むことができるので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。